火災保険に入っていれば地震保険は必要ないんじゃないかな。それよくある誤解。地震による火災の被害は火災保険だけでは保証されないため、地震保険が必要なんだって。周りに木造住宅も多くて被災時の火災が心配で加入しました。マンションだと自宅だけでなく上下左右にも万が一があるのでね。うん、火災も地震も一緒に備えるのが大切ということね。関東大震災から100年、見直そう。もしもへの答え、地震保険。最近の家は壊れにくいって聞くし、地震保険って本当に必要？地震保険は比較的軽度な損害や家財も保証の対象。細かな修繕も数が多いと高額になりますし、壊れた家財の買い替えに活用しました。小さな損害も積み重なれば大きな負担に。暮らしを守るための備えであると。関東大震災から100年、見直そう。もしもへの答え、地震保険。賃貸に住むなら地震保険は関係ないのでは？過去の大地震では大きな損害を受けた割合は建物よりも家財の方が多いんです。賃貸でも住居内の家財に加入することで、壊れた家電の買い替えとかね、引っ越しでかかった費用に活用しました、など被災した後の暮らしに役立っています。建て直すのは暮らしからということ。関東大震災から100年、見直そう。もしもへの答え、地震保険。